そうですね、少女漫画とか漫画が私はすごく好きで、あの普段からよく読むんですけど、まさかその少女漫画のキラキラしたこうキャラクターを自分が演じることになるなんて想像してなかったので、なんかその絵もね、もちろん可愛らしいし、役とかキャラクターのイメージがあると思うので、なんか可愛くできるかなってあのすごく驚いたのを覚えてます。はい、僕初めてその原作を読ませてもらったんですけど、その時にまず初めに銀蔵かっけえなと思って銀蔵かっけえなと思ってこれ大丈夫かなと思ったんですけど、でもあの田舎で描かれるその2人のこの恋の甘酸っぱいというか夏の恋の物語に、やっぱりなんかすごい、ちょっと僕も高校時代終わってしまったんですけど、キュンキュンしまして、その作品の作品に携わらせていただけるというのにすごく嬉しく思いました。私はこういう恋愛映画というか少女漫画の作品映画をやるのが初めてなので、なんかそのそういう漫画を見て自分がうわーって思ってる気持ちをなんか上手に表現できたらいいなと思うし、やっぱりこのリオと銀蔵がすごく可愛らしく見えたら嬉しいなと思うので、なんかそれにはそのリオのハイテンションさとか、なんかこうキャラクターのこう輝いてる感じがなんか大事なのかなと思うので、あのどんな子なのかというか、どんなあのなんかこう青春を生きてるのかっていうのをなんか監督と一緒に話しながら詰めていけたらなと思ってます。そうですね、僕はやっぱり、まあ銀蔵って、まあ、見たさっきも言ったんですけど、めっちゃかっけえんですよ。めっちゃかっこよくて、まず姿が、だからもうその姿はちょっと寄せなきゃなと思ってちょっと筋トレしてます。へぇーそれはちょっと筋トレとか、まあ、そういう体作りとかも含めて、あとまあ田舎の子なんで、ちょっとたくましい感じというか、そういうのもちょっと作っていかなきゃなと思うのと、あとお酒屋さんなんですよ。だからバイクなんで、なんか、はい、バイクの免許を取ってます、今なるです。頑張ってます今。せーの。え、待って。え、合わなかった場合はどうするの？そうだね。じゃあ、入れてみよう。いいですか？待って。あの、そんな、ちょっと長いかも、これ。え？やってみるか。はい、わかりました。せーの。見ている皆さんも最高に休憩させる夏にしたいと思います。楽しくて美味しい夏にしたいです。そんな長いことですか？俺、何て言ったか分かった？じゃあ私が先に言う。そうだね。私はですね、ロケにも行くんで、撮影が楽しくて、あとは美味しいものがいっぱい食べられる夏にしたいなと思います。僕はですね、この青夏を見てくださる皆さんを最高にキュンキュンさせる夏にしたいと思います。大丈夫？自分がハートが出てる。任せてください。はい。